お願いします。ぶつけ。お父さんが1個歳が、を打つときにマジやめてって言ってるシーン好きです。レンジさんです。進次郎です。今、浅野さんが、出番待ってるんですけど、なかなか出番来なくてずっと座って無表情でいったのが、すごく印象的でした。だんだん椅子の位置が現場に近づいてきてるような感じがしました、はい。使わない。最近笑ったこと、ちょっと知り合いのところでヤギが生まれて、子ヤギと一緒に遊んでたんですけど、寝っ転がったら上に乗ってきますよって言って、試してみたら、まあ、本当に登ってきて、それがその足がこうポツポツバランス取るためになんかこう動かすんですけど、それがいい感じのマッサージで、楽しかったです。神木くんじゃないですかね。レンジさんも意外に助けてくれそうですね。助けてくれないかな。はい。ご家族でみんなで見れる作品だと思いますし、なんかお金の勉強もなんかできるんじゃないかなと思いました。よろしくお願いします。